サバの味噌煮缶を使って味噌カツを作りたいと思います。お椀に味噌を切ります。そしてくぐらせまして、はい、しっかりパン粉をつけていきます。残りも全部パン粉をつけていきます。これを揚げていきます。はい、ここに先ほどの味噌を完成です。サクサクです。熱いわけがないです。